この曲もそうですが、ベニー・グッドマンが初めてジャズでカーニングホールに出た時のナンバーが多いです。今日はお越しします。ただこのジギー・エルバっていうトランペッターが吹いてるソロパートなんですが、これはそのレコードではベニー・グッドマンは吹いてません。もうトランペットのもう得意なバージョンなんで、その後にベニー・グッドマンが吹いてるのが出てくるんですけども、その時はベニー・グッドマン吹いてないんですけど、ケン吹いてくれるって言ったら OK、 もうそのままもうなかなか吹けるわけじゃないです。ただこんだけ言うとってボロボロになる可能性があるので、その時はまたエクスキューズさせてください。素敵なあなたという曲です。Thank you.
45分で終わりなのに今もうあと2分で45分からなので、次の曲を、まあ、最後の曲で、まあ、なんとか、オーバーしてもやろうということになりました。次の曲が一応最後の曲になります。一応最後の曲この一応という言葉を心のどこそこにちょっと覚えておいていただくと、この演奏が終わった後自ら何をしなければいけないか分かれると思います。ね、ちょっと忖度を君寂しの地という曲でアフターユーフォーの曲です。今回ちょっと美和さんにバースをベースでメジャーボリーオアスランプチュアルプリッチスラム・スチュワート、じゃあスラム・スチュワートでやっていただけますか。はい、スラム・スチュワートとかメジャー・ホリーという人が、ユニで、そしてこうボイス、ボーカルでそれをユニゾンするこの2人が、キャラが被ってるわけですね。めちゃめちゃ被ってる。それで、いつも比べられるんです。メジャー・ホリーというのはデーベッ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 デー、スラム・スチュワート、トゥイー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 トゥ、全然声は違うんですけども、今日は皆さんはスラム・スチュワートで、それメジャーホールですね。スタートです。ここからスタートしてここでテンポを上げてねで、ソロオーダーが、クラリネット、そうピアノ、あチェスね、あギター、チェスの後ギターね、オーケー、ベースThank you.
会議会1公演でまたずっとお客様がお手を煩わせてくださいいただくのはすぐいただきます嬉しいですね、こういう5000円ね、1000円札、5円の前の5000円も嬉しいけど、こういう5000円も嬉しいございます。今、毎年最後に、やる曲がバイバイブラックワードという曲を、やるので、もう本当にこれは何の打ち合わせもなしに。OK、クライネット。